もう本当にね、いい加減にしろよということでございますけども、吉川武議員ね、売春パパ活、国会議員ですよ。これがね、またブログでね、しょぼい反論してるんですよ。まあ記事見てみましょうか。大学1年生、18歳です。という旨の発言がありましたが、酒の席で働く女性が身元を知られたくない等の理由から、年齢や 所属先、出身地などについて生活のことを述べないことはよくある話でありますから。なるほど。大学1年生という設定なのね、と受け止め、軽いノリで会話を合わせていただいたというのが実用でありました。通用するかってこういうのをね。本当にね。<laughs> 情けないというかね、もうちょっとマシな言い訳ができないのかと。まあ、大体ね、あの、何ですかね。もう言うことないですね、もうこれはね。<laughs> 私の言葉も汚れそうですよ。 えー、そして5月27日の夜、吉川氏は未成年と知りながら、高級焼肉店で18歳の女子大生と酒を飲み、夕食を共にした。その後、お台場の高級ホテルに2人で移動し、1時間ほど滞在。女性はホテル内での生々しい、生々しいって生なんですね。やり取りや4万円の小遣いをもらったことなど同志の直撃取材で答えていると。言い逃れはできないでしょ、これ。ガーシーじゃなくてもこれはね。 でしかもね、払ったお金はパパ活でなく給与補填だって。だからそれがパパ活だって言うんだよ。ね。時間を拘束して他の予定をおじゃんにするからお金を払いますよっていうのがパパ活じゃないですか。売春じゃないですか。給与補填。まさにそれがパパ活ですよ。<laughs> 何を言ってるんだというね。吉川氏は4万円を出したことは確かだが、パパ活ではないと思って。<laughs> 女性は都内のクラブで働いており、焼き肉店に行ったのは同伴のためだった。 事件後に彼女が突然クラブを休むと言い出したので、給与ホテルで4万円を渡したのでありって。いや、仮にそうでもあなたに4万円をね、出すね、義理はないでしょうって。何ですか経営者ですか責任者ですか単なる売春相手でしょうっていう。パパ活目的ではないという理屈です。酒を供するクラブで働いていたため、女性を未成年と判断するのは難しかったと示している。いや、判断できないんだったら手出しちゃダメでしょうね。 いや、未成年かどうかわからないからやめとこうっていうふうに考えないといけないんじゃないですか国会議員様。ね。わかんないからやっちゃえ、みたいなね。いや、本人が中学生だと言わなかったんで、成人男性だと思う、まあ、成人女性だと思いましたって言って、中学生の手を出すね。立憲民主党のなんとかっていうのを言いましたけどもね。あれ手を出してないんですかねあれはね。いや、困ったもんですね、本当に。あの、国を国会、あの、代表する国会議員がこういうのを揃えも揃ってね。 ま、統一協会の回し物じゃないかなと思うわけですけども、統一協会の方は何と言ってるんですかね。もうちょっとね、えー、規律を統一してほしいなと思いながら、今回の記事でございました。